なんで和紙使ったんということなんですけども、タンブラーでは洗濯機かけんといてください。デニムなんでね、ちゃんと色落ちが。はい、本日ですね、紙ショーツが仕上がりましたんでお話していきたいなと思います。ということで、紙ショーツって何なんかということなんですけども、これ後で言いますけど、和紙でも作られたということで、和紙の紙を取ったのと、まあ、紙的な扱いということで、紙ショーツっていう風にやらせてもらったんですけど、まあ、夏快適に過ごすときにね、例えばアウトドアしたりだとか、あとそれ以外にランニングしたりとか、サーフ行ったりとかっていろいろあるじゃないですか。そういう時に、こう、どうやったら一番かっこいい感じができるかなっていうね、以前からショーツ作ろうと思って、去年から動いてたんですけど、ようやく形になりました。今僕が履いてるやつなんですけども、これがですね、L サイズで着用しておりまして、僕普段結構ショーツ履くんですよ。ノースフェイスのバーサタイルショーツとか、パタゴニアのバギーズショーツとかも履くんですけど、ちょっとね、丈が短いなと思ってたんで、もう1インチちょっと伸ばしたんですよね。なので、そんなダボダボにもならんけど、まあ短すぎもないかなと思ってね、出したんですけど、なんかどうやら今年ノースフェイスからバーサタイルミットってのが出ててね、おい、バーサタイルミット出たんかって思ったんやけども、まあちょっとそれは長い感じだったから、ふわふわねーと思ったんですけどもね、去年から作ってたんですけど、ようやく完成しました。サイズ感ね、S から XXL の5点かあるので、これ L なんですけど、次 XL ね、履いてみたいなと思います。XL だとね、こんな感じですね。少しやっぱ横に余裕が出てくるって感じなんで、まあ丈の長さはね、ちょっとしか変わらないんで、基本的には横に横に大きくなっていくっていう感じですね。一番最大の XXL は、ここまで上げたらだいぶ雰囲気変わってますけどもね。人によったらゆったり履きたいっていう人もいてるんでしょうけど、まあ僕はね、多分 L か XL で履くんちゃうかなと思いますけども、他には S も見てみましょう。はい、S はね、ちょっときついですね。ちょっとキモいかもしれませんけども、S サイズはこんな感じですね。まあウエストはゴムなんで全然いけるんですけど、ちょっとね、脱ぎ着するときにちょっとケツのとこがきついかなっていうような感じですね。そして次が M サイズ。まあ M でもね、全然無理じゃないかもしれないですね。普段ノースフェイスとかで履いてる丈感ってこれぐらいなんですよ、僕普段はね。だからちょっと丈短いなと思ってるんですけどね、僕は。だから L の方が僕個人的には好きなんですけど、まあこれでも、まあ、無理ではないかなと思います。はい、というような感じでね、5つ横にバッて並べてみるとね、こんな感じで SML、XL、XXL っていう感じで、まあサイズは基本的にはね、この5点かあったらいけるかなと思いますけども、まあそんな感じになってました。で、一番のところがね、なんで和紙使ったんということなんですけども、和紙を使う理由っていうのがあって、去年ね、僕ね、この会社さんのね、生地の展示会行ったんですよ。で、生地の展示会行ってる時にね、これ和紙で実は作られてるんですよ。え、ほんまですかと。和紙としかもデニムで作られてるって言われて、男めっちゃ好きなやつやんと思ってね。それから岡山県のね、小島市ってデニムで有名なとこあるんですけど、そこで生地が作られてるんですよ。だから最初ショーツ作るつもりとか全くなかったんですけど、生地が良すぎて、めっちゃこの光沢ある生地、デニム感のないっていうか、こう綺麗な感じの生地ってあんまり見えへんなと思ったんで、これでなんか僕作りたいから、この生地売ってくださいって言ってね、その八百屋スタイルで買いに行ったわけなんですよ。でそれが昨年のね3月頃やったんですけど、そこからまあ試作品何個か繰り返してようやく完成したということなんで、実は経年変化してるちょっとね色がこう変わってきてるやつもあったりはするんですけど、後でこれは後ほど見ていただきますが、なんで和紙を選んだか、僕ねよくアウトドアの製品とかよく言ってますけども、性能があるじゃないですか。で性能いいですよねって話するんだけども、この紙ショーツもね性能があるんですよ。和紙っていうのが性能があって、何かというとまずは臭わない、臭い匂いがつきにくいっていうのもあるし、あとそれ以外にあったら軽さ、軽量なんですよ。とにかく軽いから、こう旅行とかで持ち運びしてもらえるし、それでいて通気性めちゃくちゃいいんですよ。だからね、最初実はメッシュつけてたんですよ、こんな感じで。でもう途中でメッシュ切ったんですよね。通気性のにメッシュつけるのもったいないわっていうことで、もう商品化するときはもう全くメッシュなしで履いてもらうのがねいいんじゃないかなっていうことで、一切メッシュとかは使っておりません。そしてね、乾きがとにかく早いので、生地のね厚み見てもらったらわかるんですけど、 0.28 ミリしかないんです。だから T シャツの薄い肌着の T シャツがあるじゃないですか、あれぐらい。普通の T シャツでだいたい 0.3 ミリとか 0.4 ミリぐらいあるので、普通の T シャツよりも薄く出来上がってると。で、もしそれでね、真っ白とか作ったら、ここがね、ちょっとモザイクかけなあかんくなってくるけども、ちゃんと色つい、デニムの色ついてますから、それは安心して、透けないと思いますのでね、それで透けたって言ったらもうクレームはしませんということなんですけども、そういった和紙を、使わせていただいたと。だから意外と和紙って、紙の糸ってあんまり性能ないんちゃうかなと思ってたんやけども、実は性能があったよと。で、他にもね、シルクの糸とかもちょっと迷ったりしたんですけど、まあ、今回ちょっとどうしても和紙入れたいっていうことで、生地入りでこれが決まったと。だから、途中何回かやめてね、シャツに変えようかなとか、一回いろいろ思ったことあったんやけど、やっぱショーツで走り切ってよかったなと今となって思います。いろんなねシーンで使えること考えたら、例えばランニングでこう走ってると、まあ、この撮影用で走った映像を流してますけども、その時でもやっぱりしっかり風入ってくるんですよ。だから涼しいし、でそれでいて軽いから走って疲れへんってのもあるし、サーフィンとかねする時なんかも、これまたデニムと海って相性がまたいいんですよ。だからかっこいいんですよね。だからちょっと上にねトップス派手めなやつ着てもらっても全然問題ないし、ガラシャツ着た時なんかでも、まあ、パンツ自体がシンプルやからさっと収まってくれるんでね、
コーディネートとしても幅広がるし、あとは、まあ、僕は結構好きなんやけども、ロンティーとかに合わせるのもまた大人っぽいじゃないですか。だからロンティーとかに合わせるっていうのも一つ合わせ方としてはね、あ、2ですなっていうような合わせ方になってるかなと思います。この間ねインスタグラムでもちょっと上げたんですけど、ここの生地屋さんの担当の方とねお話ししてて、この生地ってそもそもどんな生地ですかみたいな話をしてるんですけど、おっしゃってもらってたみたいに、こう縦のねツヤ感がある光沢感が出る理由っていうのが、その細い糸をしっかりねじってるから、この綺麗なデニムっぽくないような素材に仕上がってるということなんで、もっとデニムってこうガシガシしたあのボコボコした風合いっていうのもいいんですけど、やっぱ大人が履くショーツとして考えるんやったら、ショーツがそもそも子供っぽいのにボコボコしたらもっと子供っぽくなると思ったんで、極力綺麗な表面が欲しかったんで、そういうのでぴったりやなと思ってやってます。で他にも実は和紙のね違うカラーとかもいろいろ考えてるんですけど、ちょっと今現段階では間に合っておりません、申し訳ない。だから今年に関してはもうこれ出してる分だけで、なくなったらもうまた来年作ろうと思ってますので、また来年ねそれ楽しみにしておいていただけたらなと思います。でデメリットとしてはね、何がデメリットかっていうと、これね一応洗いの加工をかけてるんですよ。で洗いの加工をかけてないやつをちょっと比較してもらったら分かりやすいかなと思うんですけど、これがね洗いの加工を全くかけてないバージョンと、これがかけてるバージョンなんですよ。でかけてる方は少し色が薄いの分かりますかね。でこっち見たら分かるかな。皆さんにこうやって手元に届く時にはもう洗いの加工が終わってる状態なんで、縮みとかはないんですけど、ただねタンブラーでは洗濯機かけんといてください。あの要はドラム式洗濯機のあの乾燥を使っちゃうとね、やっぱキュッて縮むんですよ。でそれ以外にやったら街のクリーニング屋みたいなのあるじゃないですか、洗濯機いっぱいあるとこ、あそことかのガスの乾燥機とかもかけるとギュッて縮むんで、それは別にこれだけじゃなくて T シャツもそうなんで、そういうのはあんまりやらん方がいいかなと思いますし、あとまあデニムは基本そうやと思うんですけど、あんまり白 T とね一緒に洗っちゃうとやっぱ色がついちゃう可能性があるので、まあそれはどのデニムもそうなんですけど、取り扱いとしてねちょっと気をつけていただきたいなと。だから単品で洗う分には全部パーンと掘り込んで洗っといてくれたらいいんですけど、一緒に洗っちゃうっていうのはちょっと気をつけてもらいたいなと思います。でね次経年変化なんですけどね、まあ僕の去年履いてたこのサンプルのやつですよね、要はその中にこのメッシュつけたけどメッシュ切ったやつね、まあそれはこれぐらい変化してます。こっちの色じゃ分かりにくかった、こっちだったら分かるかな、これもあんま分からんか、まあ肉眼で見る方が分かりやすいんですけどね、あのデニムなんでねちゃんと色落ちが、ちょっとずつ薄くなってきますので、まあその辺なんかも楽しんでもらえたらなと思いますし、色落ちしてもねやっぱりこのツヤ感というか縦の光沢感綺麗なんですよ。まあそれはねこの和紙ならではの生地なんかなと思って僕は非常に喜んでおります。でねこのページね、まあ商品ページにも載せてるんですけど、また見てもらったらいいんですけど、和紙自体が結構珍しいかなと思うし、あとそれ以外にもねポケットの裏地、ここですよね、ここ、これねこういうメッシュ素材あるじゃないですか、こういうのってねよくあるんやけども、鍵めっちゃ引っかかるんですよ。で例えばこれもそうやし、こういうのもよく引っかかりません？なんか車の鍵のこの輪っかの部分がなんかガーン引っかかってきたりとか、これも引っかかるんですよ。だからなんとかして引っかからへんのないかなと思って、え今回こういう通気性はいいんやけど穴の開いてないポケット生地を使うことによって、ポケットもね形だけでは意味ないから、やっぱ使えない意味ないと思うんでね、こうやって普通に鍵とかを入れてもらっても引っかからないような設計になってるので、パッて取り出せると。ただメッシュ生地とか使っちゃうと、こうなかなかねこう途中でグッて引っかかったりして、おいもう引っかかったやんけってなるんですけど、まあそれは分かってくれる人いてるか分からんけども、まあ僕なりのこだわりですね。だからポケットとしては前2つと後ろに1個だけジップ付きのポケットがあるので、計3箇所ですねポケットがあるというような感じになっております。でねもう1個ちょっと細かいこと言わせてください。この前にある紐なんですけど、これねコットン 100% に途中で切り替えたんですよ。最初はねポリエステル素材にしてたんですけど、やっぱちょっと風合いが、せっかく全面コットン使ってんのにここだけポリエステルってなんかちょっと機械っぽいなと思ってね、そこも変えた要因なんですけど、まあそんな細かいとこ興味ないからね、多分みんなね、この辺で終わっときたいなと思います。まあこういう白 T の上からパッて柄も羽織ってもらっても OK ですし、こういうねアウトドア系で行ってもらっても結構ですし、まああの好きにね使っていただければなと思います。とにかくもう今年の分はね岡山の工場で縫製工場さんがあるんですよ。また違うところでねパンツ専門の縫製工場さんで作っていただいたんですけど、もう空きがないのでまた来年ねスケジュール抑えて生産してもらいますので、今作ってる分は今年中あるんですけど、それが売り切れちゃったら次回は2024年のまた夏に作ろうと思ってますので、よろしくお願いします。ということで本日はですね紙ショーツを紹介してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。